皆さんこんにちは。今日はですね、広瀬さんのリハーサル現場にお邪魔させていただいてます。12月8日から行われるコンサートの今リハーサル中なんですけど、このリハーサル現場を撮影していいか、実際にこれから広瀬さんの楽屋に突撃して聞いていきたいと思います。では行ってきます。来ました。突撃しようと思ったんですけど、今広瀬さんちょっと打ち合わせしてるんで、クローゼットの中に隠れとこうと思います。YouTube の撮影全然できてなくて、我々暇なんですよ。お忙しいじゃないですか。今日これからリハーサルですよね。そうだよ、もう、うん、なんかあの YouTube 用にリハーサルの様子だけ撮影させてもらっていいですか。いいと思うけど、スタッフが外にいるでしょ。聞いてみて。あ、わかりました。スタッフに聞いてきます。OK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 。 聞いてきます。すいません。あー、びっくりした。あそこにいたの。いました。グルでした。もうやめてよ。お疲れ様です。お疲れ様です。すいません、急遽なんですけど、今日広瀬さんの YouTube 撮影させてもらっていいですか。今日、はい、今日です。今日リハーサルですけど、はい、あのリハーサルの様子を、あ、様子を、はい、邪魔にならない程度に。わかりました。いいですか。はい、いいですよ。ありがとうございます。気をつけます。はい、広瀬さん、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。オッケーでした。オッケーでした。オッケー、よかった、よかった。大変なんだから見守ってて。はい、わかりました。邪魔にならない程度に。邪魔にならない程度に。オッケー、オッケー、オッケー、よろしくお願いします。はい、今日は頑張ってください。すいません。ありがとう。
お疲れ様でした。お疲れ様でした。すごいリハーサルでした。本当に豪華じゃない？めちゃくちゃ豪華。めちゃめちゃ豪華だよね。もうこれから詰めていくわよ。本番までドキドキです。この動画見ている視聴者の皆さん、多分気になってると思うので、はい、このコンサートの概要だけ最後にお願いします。私デビュー30周年でしょ。だからもう30周年の集大成の音にしております。オーケストラの皆さんと豪華にですね。バンバンあの曲もこの曲も全部歌う感じなの。詳しくはあの日にちとかは概要欄に書いてありますので、ぜひ冬の広瀬香美を堪能しに遊びに来てください。絶対行きます。はい、待ってるよ。今日は突撃してすみませんでした。とんでもない、楽しかったです。どうもありがとう。お疲れ様でした。